私どものような小さい会社に対してですよ、日本を代表するような会社さんからですね、いやこの地域で会社を探してますなんて言われてどうですかって話を持ってこられたんですけども、まさかねそんなところから話がちょっと考えられないぐらいのことでしたから、はい。譲渡企業様、そして快適企業様、譲渡企業様の社員の方々全てがハッピーになるようなウィンウィンの M&A を心がけています。最も重要なことは最高の相手を見つけることです。従いまして我々は最高の相手が見つかるように最大限の努力をいたします。そして譲渡企業様の社長にとりましては経営者としての花道を歩いていただけるようなサービスを心がけております。また快適企業様にとりましては素晴らしい未来が切り開いていただけるようなサービスを心がけています。社長はまだ57歳と若いんですけど、なんで譲渡を決断されたかというところなんですが、私どもコンサルタントが約200名おるんですけれども、一つのその譲渡企業様の相手を探すことに対してそのコンサルタント200名が動きます。200名が動きますので、まあ、最終的にその譲渡企業様にとって一番ベストな相手をご提案できると。 M&A というのはもう人生で一回やるかやらないかという、もう人生の集大成、最後まで社長と二人三脚でいろんなお気持ちをお伺いしながらしっかりと寄り添って社長の人生、あとはそこで働かれている従業員、ひいてはその先の家族の人生、そういったところまで私ども気を配ってしっかり仕事をしなければいけないというふうに考えております。で、 M&A の仕事というのは、まあ、いろんな専門分野の専門知識が必要になってきます。一つの問題を会計分野だけではなくて法律の分野からも見なければいけませんし、また税務の分野から見なければいけない、登記の分野から見なければいけない。当社の場合は一つの会社の中に弁護士、司法書士、会計士、税理士と各種専門家20名近く揃っておりますので、何か問題が発生したとしてもワンストップで迅速かつ適切にそれぞれが得意分野の知識を持ち寄って解決することができる。これは当社の最大の強みだと思っております。まあ、一つ一つの私の判断ですね、法律に関する判断、ないしはドラフトした一つ一つの契約書が中小企業の未来を作っていく、そういう責任を負っているんだという使命感、これは私の最大の仕事のやりがいだと思っております。その担当の方の行動力なんですね。やっぱり私の意見を聞きながらそれ以外に自分たちでこういろいろなところを、まあ、資料から検索して、だから私の考えること以外のところからも自分たちは攻めるんだという姿勢で、そういう面からするとこう熱心、非常に熱心にいかにもこうプロという形でね取り組んでいただいたんで、まあ、非常にそこに、まあ、こっちも安心感がありましたし、一番ベストタイミングだったんじゃないかなとは思ってますね。当社のことをものすごくよく勉強してくれてる、当社の事業内容であるとか経営戦略で課題であったり社風とかもかな、でそれに適したそのベストマッチの企業さんを紹介をしてくれると、また公平なんですね。両社がさらに成長戦略を導いていけるような筋道をこう描いてくるというかね、グループとして成長していくんだと、そういう夢をですね持ってくれて働いてもらってるんじゃないかなと、そんな気がします。